マジックアワーは韓国の5人組男性アイドルグループトゥモロー、X トゥギャザーの日本デビューシングル。2020年1月15日にリパブリックレコードよりリリースされた。2019年11月18日、トゥモロー、X トゥギャザーが日本デビューすることが発表され、同時にリパブリックレコードから本作がリリースされることが決定した。韓国でのファーストアルバム、 ザ・ドリーム・チャプター・マジックに収録された Q& スリーク・ウォーターズとエンジェル・オア・デビルの日本語バージョンとデビューアルバムザ・ドリーム・チャプター・スターに収録されたクラウンの日本語バージョンが収録されている九と4分の3番線で君を待つジャパニーズバージョンはアベマ TV で放送された第3次ポップテンカバーガール戦争のエンディングテーマ曲日本テレビ系 マズリズム021月オープニングテーマに採用された。本シングルの発売日である1月15日に、リード曲、9と4分の3番線で君を待つ、ジャパニーズバージョンのミュージックビデオが公開された。ゲームセンター、9と4分の3をバックにした、ダンスシーンから始まり、ここではないどこか、へと繋がる扉を開けて、フリュームライドに乗り込み、ゲームの世界へと向かうメンバーの姿を、 躍動的なパフォーマンスと SF a がさながらの映像でポップに描かれている。本作はオリコン週間ランキングで2位を Line Music Weekly ランキングでも1位を獲得した。2月10日、日本レコード協会によってゴールド認定を受けたことが発表された。本作の発売記念イベントが1月15日に六本木ヒルズアリーナで開催された。 シングル購入者の中から抽選で選ばれた来場者2000人が見守る中で収録曲を披露したほかグループ名にちなんで TT 兄弟によるメッセージビデオも上映された1月23日には発売記念アンコールイベントが池袋サンシャインシティアルパ噴水広場で開催された来場者2000人が見守る中9と4分の3番線で君を待つ ジャパニーズバージョンが披露された。ありがとうございます。